こちらはネクスコ東日本です。午前7時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を高野方面へ走行中の方にお知らせします。この先の市川中央インター付近45キロポストを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて京葉道路を木更津方面へ向かわれる方にお知らせします。幕張インターを先頭に4キロほど、また千葉東ジャンクションを先頭に6キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて7号小松川線上り方向の情報です。両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロほど交通集中のため渋滞しています。タイムリーラジオ外環菅野よりお伝えしました。あなたに実装のネクスコ東日本。